そんなにカメラを意識しなくてもいいんで、はい、普通にしてくれてれば大丈夫です、はい、今日は本当来てくれてありがとうございました、はい、いやあれなんですよ、視聴者の皆さんにそうだ最初説明しておかないといけないと思うんですけど、ここにいるこの人は一体誰なのかというと、別に特に誰というわけでもなく、普通にうちのチャンネルの視聴者の一人としてお呼びしております。前に女子大生シリーズをやったところ、あまりにも大変な高評価ということでですね、これいけるぞと思ってツイッターのところで、そしたらなんかちょうど一回連絡くれたんですよね、ツイッターのあれでね、多分冗談めかして出たいって言ったんでしたっけ、なんて言ったんでしたっけ、そんな感じで送ってくれたんですよね。そしたらじゃあそんなに言うんだったらこれ出したらきっとあれだろうなと思って、女性ファンを一人こう呼んでね、動画にじゃあ普段動画を見てどう思ってるんですかっていうのを聞いてみる動画なんて言ったらきっとうまくいくだろうと思いましたのでお呼びしております。だから本当にこれが完全に初対面なんですけど、いや本当に来ていただいてありがとうございました。で、そう今日もね、せっかくだから実は給料は今回は払ってないんですけど、その代わりさっき美味しい焼肉をそうごちそうしました、ね、持ってもらいました。何がいいですかって。じゃあそしたらちょっとお聞きしてみようと思うんですけど、じゃあそうだ、会う前はなんかどんなイメージでした？なんかそれもうその悪い人っていう印象はなかった。ああ、まあでもユーチューバーだなみたいな。まあ、うん。でこっちは会うの、はいはい、芸能人感覚で。ああ、そう言ってましたね。さっき大宮駅で降りてね来た時にね、あそうここ大宮公園なんですけど、うん、あ大宮公園ぐらい行ってもいいですよね。あ、そう大丈夫ですね。別に。ねそうなんだ。本当に動いてるんですねみたいなこと言ってましたね。鼻が痛みたいな。そう言われるんだと思ってびっくりしましたけど。でじゃあ実際やったらどうでした？元々のあれと。なんかさっき話してて、うん、やっぱなんか違いをどこって言われると難しいんですけど、ああやっぱ動画のと普段のちょっと違うなと思いました。やっぱ違います。話すスピードは違いますよね。撮ってるのと、あやっぱ動画の中のスーツさんだな。あ、じゃあ今ここでこうやって僕が振る舞ってるのとさっきまでの僕はちょっと違います。なんかちょっと違いますね。あ、そう。喋り方かな、なんかちょっと違います。あ、喋り方、あ、確かにそうですね。前の方に喋るようにしてるんですけど、ちょっと声が大きいんじゃないですか、さっきより。もう何、カンペもなしで、何も考え、なんかその場で思ったことを言ってる感じで、うん、すごいな。あ、そうですか。なんだっけ、カンペがなしとかペラペラ早口とかにいろいろあったけど、でも視聴者によくね言われるんですけど、スーツさん早口ですねって。早口だとは思わなかったですね。別に普通に話してる分には早口では。そうですよね、普通ですよね。そうか、でも今のこの喋り方も普段の私じゃないらしいので、そうすると結局普段通りの私をじゃあどのようにして皆さんにお伝えしたらいいのかっていうのはありませんけど、まあじゃあそれを見られた幸運な人だということですから。あ、そうですね、はい、ラッキーです。ラッキーですね。そう、あとはそうだな、僕の動画の、僕以外にも YouTube 多分いろいろ見ると思うんですけど、どの辺が面白くって見たんですか？そんなになんかすごい、あれすごいことやってるってことないじゃないですか。なんか喋りが面白い。最初は、さっき言ったように、大学ぼっちシリーズから。ああ。なんか自分もぼっちでかっこよく行きたいなと思って、最初、ぼっち系 YouTuber 揃って知ってます。ああ、知ってます、知ってます。あの人の動画の関連動画見てたら出てきて。ああ。題名何でしたっけ？だからいくつかあったんですけど、あれですかね。なんだっけ、これが、あ、違う、大学、あれですか、大学でラーメン作ったりするやつじゃなくてですかね、ピザ食べるやつですかね。ピザでしたっけ、わかんないけど、なんか人ぼっち系、ぼっちを振る舞ってて、すごい堂々としてて、すごいな、自分もこういう風になりたいなと思って見てます。あ、じゃあその大学ぼっちのあれがきっかけで、まあファンになってくれたってことですか。それで、鉄道も上げてて、別に自分、鉄道も嫌いじゃないし、だから見てもそれで見始めました。さっきちょっとね、どこがあれだとか言わないですけど、鉄道の話なんかもしたんですけど、うちの近くだけだけど詳しいんですよなんて言って、少しね教えてくれた、教えてっていうか話してくれたんですけど、割と確かによく知ってますよね。そうです。他の一般人の人に比べたら知ってます。マニアってほどじゃないんだろうなっていうのはそれは分かりました。なるほど。あとはじゃあ他に僕からね、何だっけな。あ、そう。あとこれなんですけど。いつも聞いててね、僕はキャラ作りの一環でやってるからまあいいのかなとは思いながらも、これはね単純に視聴者に僕から聞いてみたいんですけど、いつも金儲けのあれを前面に出しててこれは儲かるからやってるんだって、皆さんに見てほしいからやってるんじゃないんですよとか言ってるじゃないですか、散々。あれを聞いててね、ムカつくとかそういうのないんですかね。別に自分はそれを見て一度もムカつくとは思ったことなくて。ああ、そうですか。なんか別になんか親とかにちょうだいとか言ってるのを見るよりは、自分で稼いでやってる人の方がイライラしないですね。ああ、ちゃんと自分のお金でこういうのをやってるから。そういうのは別に全然見ててイライラしないです。あ、なるほど。人に養ってもらって金持ちだみたいに見てて腹立つ。ああ、
あ、そうかな、あ、そうかそうか、あの、あれですね、苦労しないで、うん、もうその人にお金もらってやるのは嫌ですね。自分でちゃんとやってるなら、例えば僕ん家がすごい金持ちだったとして、それはちょっと嫌ですね。 でそれで僕が例えばその大学にタクシーで行きましたとか言ったら、それはちょっとイラつきます、ね、親の金でやってるとかちょっとイラつきます。ああなるほど。じゃ あのこの動画を金儲け目的でやってんですよとか言われても、まあ自分で稼いでんだからいっかみたいな。 YouTuber って大体そうだね。まあまあそう、実際のとこそうなんですね。みんな言わないだけでね。そうそうなんですよ。いいと思います、ね、いやありがとうございます。まあ不快に思う人もいるのかもしれないですけど、こういう人がねいてくれる限りは、まあ、この方針でいいかなというふうに思っております。あとはそうですね、なんだで他にちょっとこれと似たようなことで、なんかあんまそんな自分の動画に、さっきもねちょっとあの焼肉を食べてる時に言われたんですけど、なんだっけ、なんか結構自分の動画気にしてるんですかみたいなこと言ってましたね。でもそんなに気にしてるってほど気にしてるわけじゃないんですけど、あの偉そうなあの喋り方とか、あのクソ簡単な講義を落としてあんた恥ずかしくないのかみたいな、ああいうの聞いてて、でこいつ偉そうだなとか、そのうざいなと、そういう風に思ったことってないですか？あの正直言っていいですよ、全然。うざいっていうか、なんかこういうキャラなんだなって感じです。ああ、もうこの人、こういう人はこういう人なんだみたいな。じゃあでも自分の友達にそういう人が例えばあの唐突に現れてきて、で、まあ大学の単位のあれがどうとかわかんないですけど、そういうことを自分がその単位が取れてるとか取れてないとか関係なく言ってるのを見てて、あいつ意識高い系だなとか、そういう鼻につくことないですかね。そういうのも教えたらそう思うかもしれません。あはははは、あの私生活では気をつけようと。自分が落とした単位とか言われたら、はい、まあ、ちょっとイラッとくるかもしれない。あやっぱそうですよね。まあそういうのないんでわかんないですけど、結構なんか単位とかちゃんとやってそうな感じですもんね。単位は全部落としてますね。取りました。ちゃんとしてるわ。じゃあ GPA 低いですけど、でも取ってるんですもんね、ちゃんとね。そうですね。じゃあ、あとはもう一個なんですけど、なんか鉄道お好きってことでしたけど、あ、お好きっていうか、まあ人よりはってことですね。鉄道チャンネルも見るんですか？見ますね。見ます。やっぱなんか旅行嫌いじゃない、嫌いでも好きなんですけど、うん、あんましないんで、うん、そういう電車から見れる景色とか好きなんで。ああそうか、僕確かにこの電車が何系でどういう性能がとか、そういう話もするけど、景色の解説もあるから、それは見てくれる、うん、観光地も結構行ってます、ね。はいはいはい、それ見るのも結構楽しいなって思って見てました。最近でもあんま観光地の動画ってそんなには出してなかったの。女子大生ぐらいですよ、ね。ああそうか、女子大生、はいはい。でもあれで確かに途中で降りて地元の名物とか、そうですよね、やってました。うん、そうか。なんかさ、やっぱね聞いてると、結構背広チャンネルの方を見てるっていう人が、鉄道が興味ないんだけどそういう風に見てくれてるっていうのがあるらしいんですよ。結構聞いたら、そう、あなるほど。やっぱでも電車に人よりは詳しいとは言っても、でも電車が好きなわけではないから、その電車単体をそのまま紹介してるようなのにはあんまり興味は持たないですよ。乗ったことないやつを見てもちょっと、うん、ああそうですよね。で自分が乗ってるやつこういう性能があるんだっていうのは面白いと思うんですけど、はいはい、全く全然関係ない、例えば北海道とか九州のやつとかで、あの珍しいこれが車両ですとか言われても、あちょっとピンとこないです。そんな見るわけない。まあそれはそうだろうなと思って、こっちも合ってるなら見ますけど、うん、なるほど。じゃあ観光地も含まれてるけど、電車のなんか全然違うやつとかがなんか含まれてるのとかもあるじゃないですか。多分いろいろこうミックスになってるのあるから、飛ばしたりとかします？しますね。ああまあそれはしますね。なるほど。 でもあれが良かったです。景色、電車から見える景色で、はい、オンリーユートレインでしたっけ。ああれ流れてるのは結構好きです。ああそうですか。やっぱあれのファンっているんですね、あの曲の。あの曲結構いいと思う。ああそうですか。高校生が作ったんですか。そうそうそう、すごいですね。そうなんですね、やっぱそう思いますか。大人が作ったのかと。うん、なんかそんな感じしますよね。そう、みんなあれはね代表。あそうですか。どっちかっつったらどっちのチャンネルも見ます。最近は背広チャンネル上がってないから。あすいません。あと長いからですね。ああ結構10分切ってるやつは見ます。はいはい。あ10分よりも短いと見ようと思う。10分くらいならまだ見ますけど、15とかになるとうん微妙だな。あなるほど。30分は見ないです。ああもう30分はもう論外ですね。そう最初だけ見て、ああなるほど、もう無理かなみたいな。あごめんなさい。はい、あ、いや、いいんです、いいんです。あの、そうか、なるほど。参考になるな、それ、やっぱ。うん、じゃあ、9分と10分だったら感覚違います？そんなに変わんないかな。あ、そうですか。もうやっぱり10分切ってる方が。まあ、とっつきやすいですもんね。うん、絶対5分とか4分の方がいいんだろうなとは僕も思うんですけど。短い動画来たら見ます。あ、そうですか。短い、あ、なるほどね。5分とか来たら、あ、短い、珍しい、見ようみたいな。あ、本当。この動画どうしようかな。ちょっと短めになってるんだったら、じゃあこのぐらいで逆に切っちゃってもいいんですけど、もうすでに9分44秒も喋ってた。そんな喋ってたんですか。そう、結構喋ってたみたいですよ。結構あっという間なんですね。あ、そうですか。そう、割とね、すぐにこうどんどん進んでいってしまいます。だから気をつけないと、作る方も簡単に15分とか喋ってしまうんで。あ、
気をつけようと。よく見て15分喋りっぱに。肺が疲れるんでしたっけ。あ、そう、よく知ってますね。そうなんですよ。確かにあんなマシンガントーク15分してたんですよ。そう、本当にね、持たないですから。いや、これいつもよりだいぶゆっくり喋ってるじゃないですか。まだ。あ、確かにそうです、ね、そう、だからまだ大丈夫ですけど、しかも、あの、話を聞く時間があるから、これは楽なんですよ。一人で喋ってた。まあ、大体この、どうでしょう、あとは、なんか僕に聞いてみたいこととかあります？急にやるし、さっきなんか話ありましたよね。何でしたっけ？忘れちゃいましたね。ちょっとなんか手元にやるといいんです。もし忘れちゃったらカットしておくから、それはまあ気にしなくてもいいんですけど。なんでそんな喋れるんですか？ああ、なんで、あ、そっかそっか。そうだそうだ。そう、多分視聴者もなんでそんなに喋れるのかっていうのは、あの、興味ある人は、そう、いると思うんですけど、実は、信じられないと思うんですけど、それも鉄道マニアがきっかけなんですよ。で、あんまりちょっと喋っていいことといけないことが多分あるんで、喋らない、うん、そうですね、言える範囲でだけぼんやりと言うと、旅行会社に僕結構頻繁に行くことがあって、JR のその旅行の関係でなんですけど、で、もう本当にただごとじゃないぐらい行くんですよ。1日に、5カ所旅行会社に行ってとかで、それをなんかもう1ヶ月毎日続けるとかいうのをやってたりもしたんです。まあちょっとあんまり言えないんですけど、でそうするとこのやっぱり旅行会社の向こうの人とこう相談するじゃないですか。で大人の喋り方をその人たちは当然するから、接客用ので、そうするとこっちもなんか自然とそれがもう言葉遣いがこうなんか染み付いてくるんですよね。映っちゃう感じ。そうです。だから その言葉遣いがなんかこんな小難しくなってて、でなんかあんま普通の人が言うような言い回しをしてないような気がする。しないでしょ。やっぱしてないですね。DM 来て何言ってんだと思って。あ、そうですか。大人の言葉遣いすぎて。ああ、そう、何言ってんだって。なんでそんなに、なんとなくだな、分かるけどちょっとよく分かんない。あ、もうなんか言葉の意味が分かんないってことですか。ちょっと分かんない。そうですか。そう、なんでそんなに大人の言葉遣いが多いのかっていうと、多分その旅行会社にもう行きまくっていろんな接客をして、こっちもまたこのここはこうするんですよみたいな風に、その自分の旅行のこう説明っていうんですかね、こういう風に切符を売ってくださいとか説明をしたりするときに、その大人、お客さんと店の人の長い1回1時間ぐらいかかるようなやり取りとか、そう、結構かかるんですよ。そうするとやっぱそう、あの、覚えてくるんですよ。実はそれがきっかけだと思います。多分僕も中学生の時まではそんなに喋るのが得意な方だったわ。そうなんですか。そう、そんなに得意じゃなかったです。まあ、そんな進化しちゃうんですね。うん、高校1年2年ぐらいでそういう生活を続けてる時期があったんで、ちょっと意味わかんないと思うんですけど、このことは。そう、その時に実はこういう風にね、いろいろと蓄えてきたんですよ。大人の世界に行くと、うん、そういう喋り方ができるようになる。あ、そうですね、そういうことかもしれないですね。だからで、あとはこっちもなんだろうな、やっぱり旅行会社の人がちゃんと仕事してくれないと困るんで、なるべく礼儀正しいようにしようと思って、結構マナーも調べたんですよ。例えば、確かにマナーいいですよね。あ、そうですか。まあ、良くないところも知らないところも結構あるんですけど、でも例えばお店に行って入るときには、今考えると当たり前だけど、喋るときは上着を脱ぐとか、あの、面接のマナーみたいな感じで、あの、言われるまで座らないとか一応やってたんですよ。あ、それ身についてるんですね。そう、だからそう、なんとなくその面接の練習みたいな感じにはなってたかもしれないですね。他なんか気になることがあります？特になさそうだったらでも、うん、じゃあこんなところでいいですかね。動画多分時間的にもちょうどいいと思いますんで、出ていただいて本当に、あの、ちょっとお辞儀はね、あの、するとあの後でまたこれの編集が大変になるんで、あ、じゃあお辞儀しないで、はい、そう、はい、ありがとうございました、はい、じゃあこんなところで、はい。